た者たちを解放するため芭蕉らは平清盛を追った。折しも清盛は急ぎ姉川に向かう芭蕉たち。そこで彼らは驚くべき光景を目にする。天をついてそびえ立つ奇妙な塔、三国の世にも戦国の世にもありえない巨大な建造物。それもまた幼者の…うはぁ、清盛め、大軍勢を揃えとるの。それに、なんじゃあの妙竹林な建物は。嫌な予感し…ここは我らにお任せを。操られ、妖魔の手先となったおめえ、晴らし…乱も同じ思いです。私も…お前らの気持ちは嬉しいが…いざ、真田が槍にて邪法を貫…ソウルは希望の光。敵本陣への道は妖術で阻まれています。術者は恐らく清盛の腹心孫悟空。まずはかの者を打ち果たさねば。よう頑張ってくれとるわ。この働きは大きいぞ。ケイトの執着至極に存ずる。尊敬するばかりです。清盛さん、神武倒す。踊れ、九月よ。腹を補って神勢よ。待て、トシエ。逃げられてまったか。清盛を打ちさえすりゃ、みんな戻る。待っとれよ。清盛のおっさんは日に日に力を増してる。殴った程度じゃその術は解けねえよ。消えた。この妖術、戻れ九月よ。顔を補って死んぜよ。見事に騙されてくれたぜ。さあおっさん、時間は稼いでやったぜ。時は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。たくまに味方が敵に回るとは。このままでは本陣が…うわ、面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。楽しめたし、解散するか。
会の客に。見つけたぜ、清盛。阻ませてもらおうか。歯を打ち、蛇を破れ。覚悟しやがれ、清盛。義経様への手土産にしてやる。する妖力が弱まっているのか。今皆を妖術より解放できるはず。覚えてやがれ。ありがとうございました。あのまま操られていたかと思うと今も身が震える思いです。わかります。私もかつて操られたことがありました。だからこそあなたを救えてよかった。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。何をしていたの。我らは殿を取り戻した。今こそ反撃の時。すまねえ秀吉、お前がいなかったら俺は。気にすんな、トシエ。お前が戻ってきた。わしはそれが嬉しい。目の覚める戦ぶり、見事。なんと勇壮な戦術。私が出よう。邪悪な気配を追い、この地にたどり着いた。あの清盛という者がその源か。王者の出現は再び世界を変容させた。異界の客人のお得でもその一つといえる。目の覚める戦ぶり、見事。お前が助けてくれたのか。感謝するぞ。いいえ、礼には及びません。羽根子殿の不信が妖術に打ち勝ったのです。でかした。俺は妖魔を倒し続けなくちゃならねえ。義経様に認められるためにな。だからサジと一緒にいるのよ。あいつの行く先は妖魔だらけだな。時は満ちたい。再び妖力は満ちてきたようだ。急
速清盛を止めねば騒動めぐりとなろう。よくやったな。すまない、妖術に操られちまうなんて情けく。邪魔に操られるとは疑心が足りなかったか。未だ多くの方々が妖術の虜に。邪悪なものを打つことが俺の使命。平の清盛を。清盛の妖力は強大だが故に追いやすい。小生完全なる勝利。あなたにこ